仙台空港と台北を結ぶ定期便について再開の時期が今月30日から12月以降にずれ込むことが分かりました仙台空港では新型コロナの感染拡大でおととし3月から国際線の運休が続いています台北便は国際線の再開第1弾として期待されていて台湾の格安航空会社タイガーエア台湾が 今月30日から週3往復する予定でし,たしかし、タイガーエア台湾の関係者によりますと、仙台空港での地上業務の人員が確保できず、今月30日から12月11日までの航空券の販売を中止しているということです。運航の再開については、12月12日以降のできるだけ早い時期を目指すとしています。